はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第127回でございます。で、今回のテーマは受験直前に多い質問ということで、質問に答える回となります。下の方にですね、7項目プラスおまけということで、まあ質問は7個です。で、あとは最後にね、おまけで自分から伝えたいことっていうのを喋る感じのものになりますので、まあもしよかったらね、お付き合いください。では7個あるんでね、ちょっと長くなりそうだから一つずつね、サクサクいきましょう。じゃあまず1個目ですね、左上からいきますよ。この時期は何をすればいいですか。あともうその次のね、まあ、前日は何をすればいいですかもちょっと似てますけど、まあ私立受験が終わったよね。高校受験の子は終わった頃で、まあ、大学受験の子はセンターがこの終わったので、これからね、本格的に私立受験と、まあ、国立の二次と続いていくわけですけど、まあ、大学受験の子なんかはもうね、受験を前に一回してる子の方がほとんどだから、大体ね、こう、なんだろう、流れがつかめると思いますけど、高校受験は人生で初めての受験の子も多いと思うんですよ。自分もそうでしたけど、高校受験が人生初だったんで、まあ、本命が2月、まあ、もしくは3月の子もいるよね、と思いますけど、あとま、1ヶ月ぐらいかな。まあ、1ヶ月ない子もいると思うけど。でね、何をすればいいですかっていうのをよく聞かれるわけですよ。で、これはですね、まあ、自分が無難に答えるんだったら、やっぱり過去問をやるのがいいと思っていて、ただ、これ過去問の使い方次第なんですけど、自分がもしやるんだったらっていうとこと、まあ、自分が生徒によくやってたやつは、過去問やるじゃないですか。で、もちろん過去問でできなかった問題っていうのは、そこで解説を見たりとか、まあ、塾とか学校の先生がね、ご相談できるんだったら教えてもらったりして、できないものを、一個でも多くできるようにするんですよ。で、その瞬間に、一個レベルが上がるんで、自分の。だってできるようになってるわけだからね。で、そういう経験をたくさん積みたいんですけど、で、過去問をやっていくと、いいことがあって、例えば、あれって、これ前やったのにできなくなってるみたいな。ああ、ど忘れしてるよ。っていう発見って結構あると思うんです。例えば数学の、大体まあ小問集合が多いかな、最初は。ね、まあ計算のところあるじゃないですか。因数分解だったり、連立方程式だったり。ね。例えばあと二次関数の簡単な変化の割合の求め方とか。あれみたいな。そういう発見があったら、やばいやばいって言って、その部分を、例えば自分の動画でも構わないですし、持ってる問題集とか、教科書、学校のワーク、何でも構わないです。その単元のところをもう一回やってみよう、みたいな。理科でもともと植物とかね、まあ生物が得意だった。子が、あ、やばいみたいな、そう、細胞分裂忘れてるじゃんみたいな、気づいたら、じゃあ細胞分裂のところもう一回復習しようみたいなこともできるわけなので、何か自分の中で抜けてるものとか、あ、やばいやばいみたいなものの発見するにもいいんですよ、過去問っていうのは。そういった意味でも使ってほしいの。よく過去問やって何点取れたから、いっぱい取れた、 OK、 やばい取れなかった、あ、もう受からない私っていうモチベーションを上げ下げするために過去問をやるわけじゃないからね。過去問っていうのは自分のレベルを上げるためにやってるだけであって、だからできなかった問題をできるようにする。で、あとはど忘れしてたりとか、あれちょっとやばいみたいなとこの単元を見つけて復習する、効率よく復習するきっかけ作りとして使ってください、過去問はね。ただ過去問やるときに一個注意しなきゃいけないことがあって、過去問ってもちろん当たり前ですけど、簡単な問題からめちゃくちゃ難しい問題まで詰め合わせになってるんですよ。絶対に可能、なんだ、受験の問題っていうのはね。で、よく、じゃあ例えば、偏差値50ちょっと、まあ55ぐらいにしようか、の高校を目指してる子が過去問を解くと、まあ大体、どうだろうな、その地域のレベルにもよりますけど、じゃあ、まあちょうど50点ぐらい取れたとしましょう。で、じゃあ先生に、まあ、60、50点取れてればいいよって言われたとしたら、まあ、あと2問ぐらい伸ばしたいじゃないですか。あと10点伸ばしたら安心っていうことなので。で、その2問をできるようにするために、全部できるようにしなきゃいけないって思う子がたまにいます。でもそれは間違っていて、おそらくそのね、その子、例えに出した子が間違った問題の中では、めちゃくちゃ難しいのもあるんだよ。きっとそれはできないから。それはきっと偏差値70とか、70オーバーの子たちが戦うところのゾーンだからね。でも、めちゃくちゃ難しいのもあれば、やばい、うっかりミスとか、ケアレスミスとかで間違ったのもあるはずなのね。で、間違った問題の中でも、自分がどれをできるようにしなきゃいけないのかっていう優先順位は決める。で、めちゃくちゃ難しい問題はもう無視して構わないから、そういう時は。そこで、めちゃくちゃ時間を割いて勉強する方が時間がもったいない、それの方が。だったら、その時間を使って、ケアレスミスとか、さっき言った、
その単元の抜けてるところとかを復習してるのが絶対得点上がりますから。でもじゃあその優先順位どうやって見つけたらいいんですかって聞かれるんですけど、それは一番は自分が分かってるはずなの、本当は。でもやっぱりね、この問題が難しいのかどうかってのは分かりにくいので、そしたら学校の先生とか塾の先生とかを頼るといいです。先生、これってどれ優先的にできるようになったらいいかなみたいな。そう、まあ、塾の先生の方が詳しく言ってくれる気はするけどねっていう感じ。まあ、それがやるべきことかな、今ね、ざっくり言うと。で、前日なんですけど、これね、この時期にってところにもちょっとつながるんですが、前日、俺はまあ勉強しなくていいと思ってる人で、入試前日はね、まずはきちんと寝ること。はい、絶対に徹夜なんかしちゃダメだよ。受験前日にね。で、よく寝ることと、でも、勉強しないと不安になるっていうことであれば、ちょっと復習ぐらいはしていいです。けれど、新しい単元は勉強しない、前日に。で、できれば前日っていうか1週間前ぐらいからそうしてほしいんですけど、新しい単元、あとは試験会場にやっぱり問題集持っていくことが多いと思うんですけど、試験直前の時にも新しいこと勉強しちゃダメだよ。基本的には今までやったものを覚えているかなぐらいの復習がいい。でもこれ記憶いっちゃうと、俺は試験会場に問題集持っていかせないんですけど、自分の生徒には。そういうタイプだったので不安になっちゃうんで、その前日でも試験のその直前もそうなんですけど、基本的にやべえこれ覚えてる、やったって思うよりも、あれ、あーこれ忘れてる、え、これもみたいな。そう、自分ができないことのが目につくんだよね。そうすると焦りにつながるの、試験本番に。で、試験本番っていうのは焦りが一番の敵だから。だからそうなってしまうぐらいだったら、もうドンと構えて、もうここまで勉強してきた日々を振り返る。ノートとか残ってるんだったらノートとか見るといいよ。私こんだけ頑張ってきたんだって。俺こんなにやってきたんじゃんって。すげえやってんな俺みたいな。こんだけ頑張ったんだから、当日ベストな状態を出せればなんとかなんじゃねって思って試験に臨んでる方が絶対にうまくいく。直前詰め込もう詰め込もうって焦ってしまうよりは、そのどっしり構えてる方がね、強いんだよ。メンタル的に、本番はね。なので、まあ前日というか、まあ一週間前もそうですけど、前日も試験前もそんな感じでやってもらえるといいかなと思います。で、当日気をつけること、まあそこですね。基本的には。だから直前にあまり勉強とか新しいことを見ないっていう。そう。まあ今までの、もうやってきたノートとか見てね、こんだけ頑張ってきたっていう自信につなげるんだったらいいと思いますけど、もう大事なことは、気持ちの余裕を持って臨むこと。緊張はします、不安は残ります。緊張しない方法なんてないから、基本的に。そう、すっごいメンタル強い子しかなれない、それは。うん、基本に俺はなれません。今でもなれないです。30歳になりましたけど。はい。なので緊張しても構わない、不安に思っても構わないの。でも今まで頑張ってきた自分は否定しないで、今までこんだけ苦しんできたんだよ、頑張ってきたんだって。それはきっとね、中学生とかって自分自身に厳しいんだよね。ネガティブに思うことが多いから、あ、私サボってきたしなとか、ね、みんなが頑張ってきた夏休みを私超遊んでたから、バチ当たるよなとか言う子いるの、普通に。もうそんな関係ないって、ここまで来たら。頑張った量は違うかもしれないけど、自分なりに頑張ったんだからさ、その頑張ったっていう事実は否定せずに、そこを受け止めて、それを自信に変えて、できる限りベストを尽くしてくる。ね。頑張ってきたこと、このま半年間、1年間、3ヶ月間、わからないけど、この期間の努力を全部そこの試験会場に置いておいで、やってきたって、やりきってきたって覚えるようにすることが大事。だから当日気をつけることって言われたら、まあ、さっき言ったね、直前に新しい勉強しないとかね、焦らないっていうのはそうですけど、一番は気持ちの余裕、メンタルコントロールって言うんですけど、そう、気持ちのコントロールを持っていく、大丈夫って自分に言い聞かせてあげる、いいかな。で、次、面接のポイントです。で、これはですね、おそらく学校で面接指導してくれてると思うので、主に聞かれるやつはいいと思うんですよ。もちろん志望理由とかね、尊敬する人とか、自分の長所短所とかね、最近気になるニュースとかいろいろありますけど、大事なことは、ひとまず、元気に、礼儀正しく、相手の目を見て、ハキハキ喋ることです。これちょっと語弊がある言い方しますけど、喋ってる内容ってそこまで大事じゃないと思ってる。大事なんだよ、ごめんね、大事なんだけどそこまでじゃない。それよりも、あ、この子雰囲気がいいなとか、礼儀正しいな、元気いいなって印象を良くする方が大事なの、面接っていうのは。
この子をうちの高校来てほしいなって思ってもらえるかどうかは、あ、喋ってる内容がしっかりしてるね、君は。うん、いいよ、いいよ。っていうのももちろんあるけど、それよりも、あ、すごい元気がいいね。あ、礼儀正しいじゃん。あ、この子はクラスにいたらきっとクラスをいい風に持ってってくれるっていう風に思ってもらえるかどうかだもん。面接は人を見てるんだからね。そう。で、思った以上に緊張します。学校の練習とは比じゃないから、面接は。緊張するし、テンパります。頭真っ白になる瞬間もあるんだけど、とにかくさっき言った元気にハキハキと相手の目を見て、相手の目を見て喋る。ね。礼儀正しくね。っていうところを大事にしてください。で、思った以上に早口になるし、思った以上に声がちっちゃくなります。本番。だからそこの部分を気をつけて、意識してやるといいですよ。早口で喋る、もごもご喋ると相手に聞こえないんで。そう。で、聞こえなくても、先生それを、あ、ちょっと聞こえないんで、もうちょっと大きな声でとか、あんま言ってくんないからね。流されるから、普通に。そう。だから自分はできてる気になるんだけど、相手に伝わってなくて落とされるってこともあるから、その部分を気をつける。ゆっくりと、ハキハキ喋る。印象よくね。時に笑顔にね。あんま表情硬くなっちゃダメだよ。だからそんな感じでやってみてください。で、次、右側行きましょう。で、あと、丸々にして、三角三角点上がりますか？あ、これよく聞かれますね。あと、試験まで30日なんですけど、20点上がりますか？とか聞かれるんですが、それは場合によりますし、自分は上がりますと答えます。もちろん、あと10日で200点とか言われたら、現実を話しますけど、基本的に来る質問っていうのは、まあ、現実的な得点が多いので、まあ、そうやって答えます。で、大事なことは、上がりますか？ではなくて、上げてください。はい。っていうのが大事です。これはちょっと嫌な風に聞こえるかもしれないですけど、当日戦うのはみんなです。ね、俺でもない、家族でもない、先生でもない。みんなが戦ってくる。であれば、みんなが絶対上がるって、自分のことを信じてるかどうかがすごく大事。そう。で、俺は上がるって信じてるから。いい。もちろん状況でもいるかもしれないけど、自分の生徒、ね、実際に塾講師やってた時も、そうやって言ってた。そう。で、上がるもん、実際に。できるって信じてる子にしかできないんです、それは。上がるって信じてる子しか上がらないんだって。そう。だから、ひとまず自分からは上がるよって言います。きっと。今聞いてくれてる子の中で、さっき言った200点とかっていう子は多分いないと思うんです、そんなに。みんな多分あと何日で10点とか20点っていうラインだと思うから、上がるから。いい？大体試験っていうのは1問4点か5点が多いので、10点上げたいんだったら2、3問でしょ？あと2、3問上げればいいんだもん。5教科で。ほぼ。まあ3教科かもしんないけど。って考えれば、どうってことはない。でも逆に言うと、ケアリスミス1問で4点5点落とすからね。だから当日はきちんと、まあ、見直しとかもそうですけど、ケアリスミスをとにかくしない。もったいないミスはしない。っていう風に思ってやってきてください。で、ごめんなさい。ビデオの充電が切れそうなんで、ちょっと画面動くかも。ちょっとごめんね。充電つなぎますね。すいません。思った以上に自分が喋ってしまった。ちょっと動きます。ごめんよ。よいしょ。はい、じゃあ次行きましょう。で、テスト中に頭が真っ白になったら、点点点ですね。まあ、これは不安に思う子が多いと思います。ここからは経験者は語るだと思って聞いてください。自分は大学受験の時に一回やらかしてるので、それで。いつもだったら絶対に解けるような簡単な問題、一問も解けなかったっていうね、試験の時に。そう。で、大学のね、国立の前期落ちたんですけど、それで。で、頭が真っ白になった時の処理方法は、まず受け止めることです。はい。いいじゃんって。はい。って思います。で、これはですね、その試験、大学入試の時に一回やらかした時もそれで失敗したんですけど、その後、なんだっけな、なんかの試験の時、数件の時だっけな、忘れたけど、その瞬間があったんですよ。公式が出てこないの。いつも使ってたのに。何も出てこないっていう。って時に、ひとまず自分はね、まず上を向いて、あんまりあると変な動きすると注意されるからあれだけど、ひとまず深呼吸をしました。ふぅって。もちろん、ふぅって言わないよ。ね、声出せないようにするけど。で、何考えたかっていうと、でも、頑張ってきたよな。さっきと同じです、基本的に。俺頑張ってきたよなって。勉強してきたよなって。だったら、ひとまず落ち着いてやるか。あと何分ある？あと20分かって。20分あれば何問か解けたら、みたいな。で、その問題やっても、やっぱり頭真っ白になってるから出てこないんで、問題切り替える。違うとこに飛んで。うん。後でやりゃいいやって。思い出すだろ、みたいな。人の頭って面白くって、
急にオフが入るんだよね。そういう感じで真っ白になって、基本的には焦りが原因なんだけど、でも急にパッて出るとあるじゃん、思い出せないと思ったらさ、なんか例えば、まあ、みんな芸能人の名前出てこないことねえだろうけど、俺らはあるわけだよ、芸能人の名前出てこねえのと普通に。でも急に出てくるんだよね、パッつって。でそういったことがテストの時にもであるんだよ、普通に。あ、そうだみたいな。でそれがその実験と試験内で間に合うかどうかはもちろんわからない、わからないけど、でも起こるかもしれないんだよ、そのいい方のね、スイッチオンの方が。でそのためにはやっぱり落ち着かなきゃいけない。はぁ、どうしよう、マジやばい、どうしようって思ってたら絶対オンには入らないの、そっから入らないし、他の問題も真っ白になっちゃうから、ひとまず深呼吸をして自分をもう一回振り返るね、やって大丈夫だって、よし、ひとまず一問でも多く解こうね、一問でも多く解こうっていう気持ちを持って切り替えるのが大事です。これね、特効薬じゃないんですよ、きっとね、精神科の先生とかに聞いたらわかる、あるかもしんない、もしかしたら。俺そういうのもね勉強してないからわかんないけど、自分はそうやってやってた。だって後悔したくないんだもん。と、真っ白になって焦って何もできなかったって終わったら後悔する。もちろん真っ白にならなかったらベストなんだけど、でもなってしまったもんしょうがないから、だったらそっから切り替えて一問でも多く取ってきた自分は褒めれるよ。そう、あんな不利な状況から俺ちょっと頑張ったよ、私頑張ったじゃんって思ってもらって、思ってもらえたらいいなと思います、俺は。で最後ですね、すべてネガティブに考えてしまいます。この時期、今回取り上げてない質問もそうですけど、基本的にネガティブな質問が特に多い。相談か、ネガティブなね、どうせ受からないと思いますとか、もう絶対にダメだと思う、さっきも言ったね、今までこういう風にサボってきたからとか、自分は塾に行ってないからとか、そうっていうね、いろいろ受けるんですけど、ネガティブでいることが悪いとは思わないです。自分はもともとクソネガティブなんで今でもそうか、あんまり変わってないけど、でも物事っていうのはポジティブに考えてる方が強いです、基本的には。はい、そして運も自分の味方につけれる。で大事なことはさっきも言ったように、できるって思ってる人にしかできないです、基本的には。そう、難しいのは分かってるよ。特に中学生の自分なんか、中学の時なんか超ネガティブだったから、そう、だから余計に分かるけど、でも受かるって、できるって、大丈夫だって自分に言ってあげて、この時期は。じゃないと、ここまで頑張ってきたんだよ、ずっと頑張ってきたのに、やっぱりこの時期ってすごい不安になるからネガティブになるんだよね、精神的にも苦しいし、もちろん特にね、効率が一発勝負の地域もあるからさ、それ落ちたらどうしようって思う気持ちもわかるけど、でもネガティブになって落ち込んでテンション下がって、それで試験会場行って、そんないつもの実力の半分も出せないよ、俺それってめちゃくちゃもったいないと思うのね。努力してきたこと、頑張ってきたこと 100% 置いてくるのは無理、基本的には。それはスポーツでも何でもそう、もう全部出し切りましたなんてなかなかできないけれど、終わった時にみんなが自分自身で、あ、でも、うん、頑張れたって、うん、お疲れ自分って言ってもらうためには、言えるようになるためには、やっぱりいいモチベーションで試験会場に向かわないと、戦いに行かないと。そのためには、ネガティブに思うことは悪くないです。でも、ネガティブな言葉は口に出さない方がいい、基本的にもう。口に出してしまったら、これちょっとね、なんだろう、その言霊っていう、そういうちょっと考え方、そういうのはよく分かんない子もいるかもしれないけど、なんかスピリチュアルっていうのか、そういうのね。でも口に出してしまったら、口に出したっていうこととその言葉が耳に入るから、どん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 自分がそっちに思い込んでしまうの。だから口に出す言葉ぐらいはポジティブにいこう。気持ち悪いかもしんないけど、鏡に映る自分を見てね、大丈夫って、自分の目見るんだよ、目見て、大丈夫、受かるからって、頑張ってきたでしょ、あとちょっと頑張ろうよって自分に言ってあげる。これは俺が今でもやるんだから、ポジティブに入れるためにね。そう、試験の当日にいいモチベーションで、いい気持ちでぜひね、試験を戦ってきてくださいっていうのが、まあ俺が伝えたいことでもあるんだけど、それですね、セットで話しちゃいましたけど、とにかく自分自身もそうだし、自分の担当生徒もそうだけど、後悔しない受験がしてくれることが一番の願いです。もちろん一番受かってくれたら一番いいけど、でも受験っていうのは当然みんなが知ってるように合格不合格があるの。その試験で笑うことなく子が出てくる。どうしても倍率が1を切ることもあんまないからね。けれど落ちた子が
人生不幸になるわけじゃないんだよ。受かった子が人生必ず幸せになるのも違うんだよ。そこでしっかり戦ってきて、試験を終えて、その合格不合格を受け取って、どう受け止めるかで、どう受け止めて、その後の自分の道をどう歩んでいくかで決まるの。その後っていうのは、受験は通過点だからね、ただのゴールじゃないから、そこは。だからそのためにも、あともう少しだから、もう少しで頑張って、で試験終わった時の解放感を味わってほしい。あのやっと終わったって、いい、多分初めての受験の子は頑張った分だけいい気持ちが返ってくるから、試験終わった時に。そうで、その試験終わった時にいい気持ちになるためには、やっぱりポジティブにいいモチベーションでいくしかないの。そうだからね、自分はもう試験を代わってやることはできないし、もちろん、ね、そんな人は怒られるよね、犯罪だからね、ダメだし、一番動画でね、授業を提供することとか、こうやってダラダラジオで喋ることしかできないけど、みんなのとこ行ってね、頑張ってねとは言うことはできないからさ。だけど心から、本当に心の底から応援してますんで、あともう少しだけ踏ん張って、ぜひね、頑張ってください。で、一番は体調管理、絶対に風邪とかインフルにならないように、試験当日一番の体調も心も一番の状態で、ぜひね、試験を戦ってきてください。心から応援してますので、頑張ってね、俺も頑張ります。ということで、はい、めちゃくちゃ長くなりましたけど、今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次回、2月1発目になるのかな、これ1月31だもんね。ちょっとね、まだ何とか決めてないんですけど、一応来年の、まあ、4月からのこととかも話そうかなとは思っていますので、まあ、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。